もう終わりかい？今度は長々が前衛で、イノジンは後方から援護だ。部分バイパの術！忍法、超重ギガ！惜しかったね。今回はガーラのとこの下人も参加するんだ。風影のガーラ様ってデマリおばちゃんの弟なんだっけ？そうだ、あいつは養子を取ってる。こないだあったんだが、ただならないチャクラを感じた。中忍試験に推薦すると言っていたからね。今のままじゃ確実に負けるよ。いよいよ中忍試験だ。父上の名を汚すことなきよう、我ら三名とも必ずや勝利してご覧に入れます。そう気負うな、神器。お前が意識すべきは俺ではない。まだ見ぬ田里のライバルたちだ。田里など問題では。ともかくお前たち、来社の中でゆっくり休むように。よし。三人を頼む。俺は公務が済み次第出立する。ああ、分かってる。二次試験が始まる頃には木の葉に着くだろう。向こうに着いたら手まりんとこに顔出しとくぜ。ああ。ガーラ！うん？この声は主客か？久しいな。八人のつながりが突然途絶えやがった。何かあったにちげえねえ。ナルトや他の奴らとはつながっている。何か嫌な予感がしてよ。そうか。とりあえずお前には伝えたからな。あとは好きにしてくれ。感謝する、友よ。明日から中忍試験か。絶対負けねえってばさ。みんな、日々の修行の成果を存分に発揮してくれ。このご時世、他の里の忍者同士が直接戦うような機会は滅多にねえ。実力を存分に発揮できるといいがな。どいつと当たろうが絶対に負けやしねえ。ボルト、ナルトネクストジェネレーションズ、ライバル集結。これより中忍選抜試験を開始する。